こんにちは、山の草尾です。少し雪が残っています。今回は4月8日に撮影した4種類の山野草を紹介します。ここいつも毎年水芭蕉が咲く場所です。少し咲き始めていますね、水芭蕉。こちらにも水芭蕉があります。もう少しで菊崎一芸が生えている場所があります。菊崎一芸の花です。
体ここに一面に生えているのは大ユリワサビです。葉っぱはワサビの葉に似てますけども、根が小さくてワサビのような大きな根はできません。で、ユリワサビと大ユリワサビと2種類ありますが、ユリワサビは夏にも枯れずに残ります。この大ユリワサビは7月頃になると、枯れて姿が消えてしまいます。木漏れ日が当たってるところは、白く光って花が咲いているように見えますが、花はまだです。やっと少しつぼみが見えてきた段階です。ここにある小さな白いのが大ユリワサビのつぼみです。咲くまでにはあと2週間ほどかかりそうですね。これが大ユリワサビの根です。普通のワサビのような太い根はできません。これです。これがちょっと大きいかな。円霊草が固まって花が開きかけています、はい、これは黒実の円霊草ですね。中の実が黒くなる円霊草で、黒実の円霊草です。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。